今日の試合実況を務めますのは西岡明彦です。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ファンとしても楽しみな試合ですね。何をしてくるのか。ボールは外に出ました。スローインです。サイドのスペースを使います。クロスを狙ってくるか。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。そう、パスをカット。いい読みでした。目の前にスペースがあるようです。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。何かしてきそうですが、狙える位置です。ここはよくスペースが見えていました。ここはシュート。まだボールは生きています。ここで大きく前に出します。サイドからの攻撃はタックルで阻止されました。相手ボールになります。素晴らしいスルーパス。チャンスにできるか。いいボールでしたがここはクリア。圧力をかけられます。ここはサイドへパスを出します。ここはドリブルで前に出ます。スローインからゲームは再開です。攻撃に移りたい。ボールを取りました。さてどうする。仕掛けてくるのか。デヨング、ボールを失った。このボールは外に出てスローインでの再開となります。サイドへパスを出します。ブロックに当たる。相手に当たりコーナーキックが与えられます。このパスは読んでいました。スローインとなります。ここから狙うのか。見事なパスカットです。プレスをかけて高い位置でボールを奪いました。ピンチを出します。
クルチ。ここからどうするのか。このボールはクリア。ボールをキープできるか。うまく読んだインターセプト。ボールは相手に渡ります。見事なスルーパス。スルーパスを狙ってきましたが、キーパーが果敢な飛び出しで防いでいます。ボールを奪われました。サイドから攻撃でしょうか。視野が広い。さあどうする。いいクロスだ。キーパーに近すぎました。ボールは外に出ました。スローインです。これを決めればリード。入った。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の動きも良かったですね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。これはいい時間帯にリードを奪いました。いやーそうですね、後半に向けて選択肢が広がる得点になりましたよ。ついにゴールが入りました。はい、この後にどんなカードを切ってくるか注目しましょう。ここはクロスのチャンス。何をしてくるのか。ディフェンスを抜いた。狙える位置です。チャンスにできるか。クロスが入りました。中央で受けた。打てるか。ポストに当たったか。今度も止めた。抑えられるか。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。後半戦が始まります。パスしたボールはタッチを割ってスローインです。相手ボールになります。ボールはサイドの選手へ。このカットは大きい。しっかりと奪いました。クリアして危機を脱しました。このパスはカットされました。このロブパスはよくスペースが見えていました。このシュート弾いた。ここからどうするのか。オフサイドの判定です。バイエルンサポーターから大きな歓声が上がっていますね。ビハインドとはいえいい流れが来ています。得点に結びつけたいですね。スローインです。ボールは相手に渡りました。格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、この時間ですから焦ることなく今のプレーを続けていけるかが勝利へのポイントですね。
サイドに展開します。何かしてきそうですが、なんとか一息つきました。スローインです。相手に当たりスローインです。何を狙うのか。ここはクリアされました。いい位置です。ゴールを狙う。ここから狙うのか。ここはクリアします。スローインで再開です。ボールはラインを割りました。ゴールキックになります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。プレスをかけて高い位置でボールを奪いました。何をしてくるのか。うまく読んでいましたね。そう、狙える位置です。決まるか。ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。デヨング クルチ、デヨンク、デヨング、パスを出した先は相手の選手。ボールは相手に渡ります。デヨング、ボールを失った。絶妙なパス。チャンスにできるか。仕掛けてくるのか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。デヨング、さあどうする。キャッチできません。ボールがこぼれた。ボールをクリアします。デヨンク、選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめき。決まれば1点差。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。クロスを蹴るか。キーパーが軽く抑えました。見事なパスカットです。ボールは相手に渡りました。何かしてきそうですが、ここからどうするのか。これは狙います。入った。これはキーパーも止められません。点差がついています。どうもゴールキーパーが当たっていませんね。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。
クロスを狙ってきますか。クリアして危機を脱しました。中に入れた。ここはキーパーがボールを処理。ボールはラインを越えていません。よく失点を防ぎましたね。入ったかと思いましたよ。レフリーのホイッスルが鳴ってここでタイムアップ。試合が終了しました。何をしてくるのか。ディフェンスマン、これを決めればリード。入った。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の動きも良かったです。決まるか。ゴール、決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線、ここからどうするのか。これは狙います。入った。これはキーパーも止められません。